さあやってまいりました、毎週恒例蔵元紹介の日。今週はですね、広島県は三次市の三輪桜酒造さんの特集ということで、動画初登場、店舗営業部橋本さんとお送りしております。店舗営業部の橋本です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあということでですね、動画をご覧の皆様お気づきでしょうか、今日は桑田が登場しておりません。題してバーチャル酒場体験という体で、お送りさせていただきます。さあさあ橋本さん、早速ですが、はい、今日のおすすめは何でしょうか。今日のおすすめは宮桜酒造の純米吟醸桜餅ですね。おこちらは山手オリジナルなんですけれども、お餅 100% を使用しているので、うんうん、お米の旨味がしっかりあって優しい甘みもあるので、とても飲みやすい商品だと思います。おで、ブランドストーリーとしましては、客人をもてなす心ということで、大切な人、大切な時間を共に共有してもらえたらなというコンセプトで作られています。あ、なるほどね。だから桜餅というですね、ネーミングというのがね、この、まあ、お茶菓子、季節のね、そういった客人をもてなす心というのがこの桜餅という、タイトルにね、表れてるんですかね。はいはい、ではこの桜餅ですけれども、一緒に何を食べたら合いますかね。はい、私のおすすめはこちらの大和屋でも販売してます三つ芋グラッセですね。お、三つ芋グラッセ、はい、種子島の安納芋を使用してますので、おとっても甘いです、はい、こちらを砂糖で、まず角切りにしてあって、砂糖をまぶしてあるんですけれども、ほうほうほう、はい、こちらをトースターや電子レンジで、うんうんうん、はい、チンしてもらったら、さらに甘さが引き立ちますので、ああ、はい、温めるといいってことですね。はい、はい、それでは早速いただいてみましょう。あ、いいんですか、ついでいただいて。いいですよ、宮桜ぬる燗でご用意してます。はい、はい、じゃあ乾杯。うん、ほっとしますね。します。さあ、三つ芋グラスでいただいていいですか。はい、いただきましょう。はい、あげません。なんじゃそれ。さあどうですか、お味わいは。いや、三つ芋グラッセと桜餅よく合います。あ、いいですね、うん、いいですね。甘さがどちらも引き立つので、あ、甘さがより引き立つペアリングということですね、はいはい、いや、いいですね。これはなんかもうこの動画を見てるだけでハイが進みそうです。はい、ということでですね、今回は、三輪桜酒造さんの純米吟醸桜餅とそれに合わせた三つ芋グラッセのご紹介でした。それではまた来週の蔵元紹介でお会いしましょう。